料理は思い出の香り、アランパスを探す。これ行こう。こっちか。まあ、一個一個はそんなに長くないね。分けん、そんな細かく分けんでもよかったかな。3匹分で1個くらいのアーカイブにすればよかったかな。昨日じゃけ1人目やって、それで終わったと思ってたんよね。そのまま続いてた。これまた煙を、あれか、分かりやすいな。全部残った。ワニかな。近そうだね。ワニだな。これでいいんだ。この上。
っちか。これで戻れるのかな。こいつもレシピくれるのか。この結局あれかな、この改良したレシピを使って振る舞うみたいな流れになるのかな。パイモンが改良したんだよ。オッケー。あ、終わっ、ん？え？お料理修行だから、まだあんのか。どこだ？なんかあるなぁ。これでも今やるとどこで受注したかわからんくなるんよね。いいよ、一旦スルーでいいや。なんでこれね。天地創造、分け与えられたエデン。このまま行っちゃうか。こんなところに、どっから、こっからこう入れたっけ。方面ね。中じゃないだろうね。多分中じゃないよね。上上がれかな。なんかあのジャンプできるキノコがこっちあるよな。中なんかな。上だとしたらこの行き方でいいかなと思うんだけど。上からだといいな。なんかこの辺に
花が多分ここだよね。これまた封印時に来ないといけないんだろうね。また今度来ることになると思う。辿っていけば良さそうだな。なんかあるね。起きた。
一瞬拠点に戻る。なんかでもまた一個お使い的な任務があるんだろうな。お、完了した。あ、終わったか。いや、まだ終わってないな。まあこれ、このまま分けるほどもないよね。このままいっちゃっていっか。任務かなり少なくなってきましたね。そうそう。でもまだなんかバナラーナの方に行ったら増えるんよ。増えそうなのいくつかあるから、2、3個は増えると思う。そっから分岐するかはわからんけど。とりあえず全部もうやりきってしまいたい。
増えるの世界任務ですね。そう、世界任務やってたら世界任務が増えていく、増えていってる。これは OK なんだけど、もうすでに2個新しいのがあるよね。いやー、この料理のやつもちょっと時間かかったね。当たらんし、じゃあ、これなんか、なんて、四角、ひし形みたいなので囲われてるのと囲われてないのがあるね。なんか違いがあるのかな？囲われてない方、行ってみようか。これか。これ分けよう。